今日はですね、浜松だと15キロなんで浜名湖まで行きます。浜名湖までなんと30キロ。ナイス、増えた。お願いします。もう前の誕生日サプライズは終わりました。また一人ぼっちなんで応援お願いします。よし、頑張ろう。頑張れ。うん。急に優しくなった？コメント欄。そんなことない？一人じゃない。そうだよ、みんながいるよ。なんか食おうぜ。体温計返してたよ、フロントで。仲間募集してます。ゼロクエ、駅来て。行かない、行かないよ。どうした？もうやめてくれ。ちょっと何？もう金くれ。何？大円ポケット自分で返せ。知らん、知らんわ。そんなパシリに使うな、ふざけんな。俺は振り返らない。お前らと行く。いつまでも前のことなんて構ってられない。自分で行け。そうだろ、邪魔しないでくれ。待っててあげないよ。待ってる暇あるなら歩くわ。忙しいんやこっちは。出られない？駅員に事情を話せば出られるよ。29キロかかる。歩けるか。うわ、すごい。家が壊れてる。横がぶっ壊れてる。何あの家。フロント返してると思うでしょ普通。家がぶっ壊れてる。解体？あんな風に壊すの家。うわー、壊してるわ。あれで挟んでるんだ。ナイスポチャリアンス。壊してるわ、解体してるわ。すごいな。せっかく建てたもの解体して何やる気だ。金の無駄遣いしやがって。何回やったか。6回。あまり俺を舐めるな。
や持ってないです。できるわけない、お前らならな、俺はできるんだ。なんて言ったってボクちん最強だから。食欲と性欲は比例する。俺のあの食べっぷり見てたらわかるだろ、どんだけすごいか。夜2回、朝1回だよ。それは大変でしょ。今日何キロスタートだった？みんな。今日115キロだっけ？115キロスタート。今日100キロ切るよ。セミ捕まえるか？クマンゼミだな。セミえぐい。手に届くところ。セミ。あ、クマンゼミいるな、レアな。クマンゼミ。クマンゼミどこや？いいね、上の方いるか。いないな、手の届くところは。後からやな、セミ編は。セミうまいぞ、知ってるよ。羽ね、羽はね、せんべいみたいにパリパリでうまいぞ。ここにはいねえか。これ一瞬でかいセミかと思った。木が剥がれてるだけだ。クツク帽子がレアかな。アブラゼミで、クマゼミ、ツクツク帽子じゃない大きく分けてその3つでしょ。あといた？ツクツク帽子が一番レア、捕まえづらい、ちっちゃいし。うん、鳴くのオス、両方鳴くよ。うん、メスも鳴くからね。オスはずっと鳴いてるけど、メスは飛んだり逃げたりするときに鳴く。セミは1週間、1年間冬眠して生きるの1週間だけ。感慨深い生き物ですよ。ミンミンゼミは、あ、ミンミンゼミもいたか。ツクツク帽子よりレアなんじゃない？ミンミンゼミは分からんな。これモバイルバッテリーがおかしいな。これ変えないと。充電、そうか、全然使えてないわ。送風機が使えてない。壊れてるわ。うん、センジありがとう。ありがとうございます。今日雨降る？ナイスありがとうございます。歩き出し遅かった。10時に起きてるんですけど、降るよ。雨なの？もう30キロ無理か？浜松か？ヒロアレアンス。降水確率 90%。 こんにちは、ネスアレアンス。歩けるよ、30キロ。700ネスアレアンス、ありがとう。
頑張ればいける距離、こんだけ疲れ溜まってる後半だからきついんだよ。ヒロポンありがとう。もう帰っちゃったかな、まゆ。真面目に歩けば。もう寂しいねとか言ってられない。リスナーいるから、リスナーとやる、変な男。誰、雷知らん、寝てた。ゆくん、ああポムコとキスしたとか広めてたやつ、もう来なくていいよ。やめてね、勝手に来ないで。もうそっち系めんどくさいから。夏くん誰、応援しに、売名でしょどうせ。今もやってるのね、スポチャリアンス。イケメン？かっこいいの？名前的に。アクエリアス渡す？いらないよ、そんなの。マースリー上位。イベント中？ゆうじゃがいもくん、なにそれ。ありがとう、さくちゃん。マンスリー上位なの、その人。閲覧いくつ、ナイスしました、リルスーさん、ありがとうございます。俺より稼いでる？俺マンスリー1位なのに、どういうこと？ゴールドとかザコじゃん。養分助けてやって、なんで？どうやって？ナイスして、ありがとうございます。コツコツ増やしていくよ。リルスって病気って、ガチ恋相手の、あ、そう。ロビンソンに狙われてる、養分が。あ、気にしてられないよ。養分昨日揉めてたな、誰と誰。何、ロビンソンにもいじられるようになっちゃった、養分さん。元カノ関係でネタにされるようになっちゃったの。養分火薬と仲悪いからね、ネタ系。便乗系やれないよ、常務いらっしゃい。陽子がロビさんに頼んでたみたい、裁判する。愛してるぜ、ももっちゃん。 Thank you、 ナイス、ありがとう。陽子がロビのバーで働くんだ、刑事裁判、何に関して？慰謝料。飲み屋で働く、
何に関して訴えるの？子供できたのにほったらかされたこと。 DV か。 DV ね。パクられちゃうじゃん。どうすんの DV は。綺麗に別れないとな、つか別れないとなつうか DV しちゃダメでしょ。DV 孕ませでしょ。それきついわ。だって俺ユマロに DV してたら絶対訴えられてるわ。間違いなく。ユマロに DV してたらそれはあかんよ。言い逃れできんし証拠あるしな。あだの100万50万じゃなかった？50万じゃなかった？100万じゃないでしょ。50万渡したんでしょ。下ろす費用と50だよね。マリオは神奈川まだつかないの？いやマリオ寂しいけど帰ったよ。男が女より力があるのはね、女を守るためだと。女を殴るために力がね強いわけじゃないよ女に比べて。女の子は家を守り子供を守りね、子供ができたら。だから別に力なくてもいいの。男は外で戦い何かあれば守るために腕力がついてるんだよ。モラハラ口喧嘩ぐらい大したことねえよそんなの。女は何から。いや昔だったら、今でこそ治安がいいけど治安が悪い時は襲われてたら守らなきゃいけないだろ家族を。ライオンのオスだってライオンのオスだってね狩りはしないんだよ。子育てもしない。でも縄張りに他のオスライオンが入ってきたら命がけで戦うんだよ。それがオスだよ。だから俺も前に何かあったら命がけで守らなきゃいけないんだよ。リスナーだってそうだよ。ファミリーだって何か他の奴らにやられたら俺が守ってやらなきゃダメなんだよ。ゼロレスもね、俺の家族だから押しに来た。ありがとうございます。このおにぎり美味しいよ。これ？おにぎり？